シャルル・ドラ・ホッスやサント・リゴー・ガスパールズ・チャンゲ、シャルル・ドラ・ホッスはフランスの画家であるパリで生まれた少年時代からルイ14世の筆頭宮廷画家シャルル・ルブランの工房で働いた1650年代にはルブランの下でパリの神学校やランウェール館の装飾画を描いたルブランの推薦でイタリアへの留学でき 1658年から1663年までイタリアに滞在し、1660年まではローマで巨匠たちの作品を研究し、その後パルマ、ベネツィアに滞在した。フランスに帰国後、ルブランの下でパリのチュイルリー宮殿やベルサイユ宮殿の装飾画の仕事をした。1673年に王立絵画彫刻アカデミーの会員に選ばれ、翌年、 パリのエコールデ・ボザールの教授に任命された。1689年から1692年の間、イギリスの衣服長官の初代、モンタギュー公爵に依頼されて、イギリスに渡り、モンタギューハウスの再建に関わった。1690年に、シャルル・ルブランが亡くなった後、ホテルデザンバリットを完成させていた有力な建築家のジュール・アルデュアン・マンサールは、ルブランの後任として、 ドラフォッスをフランスに呼び戻し装飾画の仕事を依頼した。アルドゥアンマンサールの推薦によって1702年に王立絵画彫刻アカデミーの学部長になった。その後も多くの装飾画を描いた。ありがとうございます。